視力においてピントが合わないと見えづらくなるように、聴力にもピントがあり、これが合わないと聞こえづらくなります。耳のピントを合わせて聞きたい音をクリアに。だから笑える。大切な人とのコミュニケーションをどんな場所でも聞き取りたい相手の声に集中できる。独自開発した最新テクノロジーで耳のピントを合わせ聞く力を向上させるワイヤレス集音機Able Aidをご紹介します。じゃん。おお、本番いきます。すごい。おーい。カメラ OK、 音 OK、役所 OK、 よーい、スタート。どうも皆さん、こんにちは。監督ラボの監督です。と、その前にちょっと小話を。日本人の10人に1人が難聴者、うち65歳以上の 58% が老人性難聴と呼ばれております。医学が進歩している日本では、平均寿命が伸びた結果、高齢化に伴い年々難聴者が増加する傾向にあります。多くの難聴者が存在するにもかかわらず、補聴器を利用している方は約14%。 先進国の中でも最も補聴器が浸透しておりません。理由は様々です。調整が煩わしい、音の聞こえ方が機械的、高額な商品で手が出せない、そんな理由が挙げられております。問題視される認知症のきっかけ、耳が遠くなるだけで会話の頻度が減る、脳を使うことが減少します。難聴は調査結果によると認知症を引き起こす一つの要因とも示唆されております。補聴器または今回紹介する集音器で予防できる可能性がございます。こちらがですね、商品届きましたので開封していきたいと思います。世界新基準、裏側はこのような形となっております。スライドさせる形式となっております。おお、高級感が漂いますよ。いきます。じゃん。おお、こちらが耳につけるイヤホンの部分となっております。そしてこちらコード USB の端子となっております。あ、嬉しいですね。耳のサイズに合わせたイヤーピースが3点入っております。はい、そして保証書と、こちらが注意事項。バッテリー持続時間は約10時間ですね。充電は約 1.5 時間となっております。取扱説明書、はい、イラストもカラーでですね、とても分かりやすいですね。でもう1枚はカスタマイズ専用のものとなっております。取り出してみました。Able Aid です。充電方法なんですが、差し込み口のところにこちらを差し込みまして、はい、こちらで充電されるという仕様となっております。今、モバイバルバッテリーがあるので、こちらにセット。はい、こちらですね、今赤くなっておりますが、充電中のサインとなっております。で、充電が終わりましたら、こちらが緑色に切り替わります。Able Aid装着方法なんですが、この耳のところにですね、R と L と書いてあるので、まあ、リアが右ですね。こういう感じで、これを首にかけます。そして、片方ずつ装着をします。帽子と髪の毛が邪魔だな。まず耳にかけて、かつ耳に、フィットしますね。こう、つけます。こんな感じになります。こういう風につくことによって、落とす心配がないのは、個人的に嬉しいです。このロゴを水平にするので、こんな感じかな。かなりフィット感ありますね。ちょっと一旦外します。右の方にですね、こちらの電源ボタンですね、を長押しします。1秒間長押します。はい、緑のランプがつきました。電源を消したいときはですね、長押ししますと、はい、ランプが消えました。初、Able Aid。なんだこれ。すごい。これはすごい。綺麗に声だけが抽出されて聞こえているという第一印象です。なんかこの紙の音も、いいですね。その他にもハンズフリーですね。こうやって電話しなくてもイヤホンで会話することができます。そしてこちらなんですけども、QR コードがあるので、この後紹介する専用アプリ入れることができますので、早速ですね、こちらの初期設定をやっていきたいと思います。ありました。こちらに入りましたので、起動します。はい、というわけでですね、セットできました。電源を入れます。で、6秒間長押します。お願いします。Bluetooth ペアリングと出ました。来ました。Able Aid。こちらをタップします。接続済み。聴力テストやっていきたいと思います。さあ、うまくできるのでしょうか。聴力テスト。聞こえる、聞こえた。バランス確認ときました。これは普通ですね。聞こえ方登録というわけで、こちら、レストラン、電車、居酒屋、コンサート、カフェ、その他というものができますね。自分の声の反響を抑える。これが1。I will, I will, I will 聞こえる範囲ですね。普通に前方の人の会話を聞きたいときはこれを押していただきますと OK ですね。チューニング、男性女性で声のね、女性の声が聞こえなかったらもうプラスにしてみたいな感じで設定することができますと。はい、というわけでですね、こういった形でですね、Able Aid EQ のですね、アプリを設定することで、その人に合った耳の使い方をすることができます。今回ですね、ピックアップしたAble Aidおすすめ3選、特徴を紹介していきたいと思います。1つ目、国産メーカー外部評価について。2つ目、耳のピントを合わせる独自機能。3つ目、自分に合わせて最適化できるアプリ。早速1つ目からやっていきたいと思います。国産メーカー外部評価について、Able Aidの開発者は全員難聴の家族を助けたいという熱い思いで作られた経緯がございます。友人との会話が減ってきた、祖母を助けたい、レストランなどの賑やかな場所で大好きな友人との会話が聞こえず、ストレスを感じている母を助けたい。片方の聴力が低下し、会食で座る場所を気にするようになった父を助けたい。そんなわけでですね、独自調査結果から求められた声3つ紹介したいと思います。1つ目、聞きたい声を選べること。2つ目、価格は3万円前後。3つ目、スマホで簡単調整できる。はい、というですね、求められる声がですね、全て備わったもの、こちらが Able Aid になっております。そんなわけでですね、Able Aid は複数の機能に対応しております。繊細な音色、聞き心地を追求するために作られたえりすぐりのスピーカー、国内で設計生産されております。また、集音機市場音質満足度調査No.1。Able Aidおすすめポイントその2、耳のピントを合わせる優秀な独自機能が搭載。こちらですね、4つ紹介していきたいと思います。まずは1つ目、最新のノイズサプレッサー技術によって雑音や機械音のさーっていう音ですね、そういったものを除去しつつ目の前にいる相手の声を聞きやすくする機能。日本語に合わせて母音は小さく、聞こえにくい子音、しとかさですは大きく聞こえる設計になっております。単純にマイクで音を拾って大きくするのではなく、アルゴリズムを活用して出された明瞭感にも注目してほしいものとなっております。ちなみに独自のアルゴリズムはこちら、独自機能2、コミュニケーションフォーカス。4個の無指向性マイクを使用し、特定方向以外のノイズを最大 99% カット、人の声に集中できる機能となっております。簡単に言うと、前方以外の音が相対的に小さくなります。こちらは独自の特許技術が用いられておりまして、自分から 1m から 1.5m までの対面する人の声にピントが合います。ただ拾うというのではなく、各マイクで拾った音の時間差を解析して角度を捉え、人の周波数帯域のみをクリアに抽出してくれます。例を挙げますとですね、BGM が流れるカフェ、ちょっと賑やかなレストラン、そういった場所でも相手の声が聞き取りやすくなる機能となっております。Able Aidおすすめポイントその3、わずか1分、自分に合わせて最適化できるアプリが優秀。人の顔や性格が千差万別であるように、耳も人の数だけ違いがございます。煩わしい調整はスマホで簡単にできます。気になった時にいつでもどこでも視覚的に分かりやすく、簡単操作で耳のピントを合わせることが可能です。例を挙げますとですね、聞きたい音を上げたり、声のみを増強して純粋に聞く力を向上させることができます。その4、アクティブノイズキャンセリング。こちらは周囲の音を全体的に抑制させる効果がございます。音に過敏だったり、聴力に癒しを求めている方、仕事に集中したい方、また音楽を純粋に楽しみたい方におすすめな機能となっております。オフィスやカフェなど周りの声や音があふれる場所でも耳を休めることができます。その他にもですね、機能がありますので紹介していきたいと思います。マイボイスキャンセリング。自分の声の反響を抑制して、対話に集中することができる。ハウリングキャンセリング。ハウリング音。耳障りな音ですね。例えばマイクとかであったら、キーンっていう、そういったノイズですね。オートリミット。どんな大きな音が入った場合でも、最大 100dB まで出力を抑えることができます。通話、音楽。ワイヤレスイヤホンと同様に、スマートフォンと Bluetooth 接続をすることによって、音楽やハンズフリー通話、楽しむことができます。今紹介したものはですね、すべてこの Able Aid に備わっております。最後はですね、自分に合わせて調整できるアプリが優秀、最適な聞き心地を提供できるアプリ Able EQ。ちら、スマホで簡単に設定、電源を入れるだけで利用することができます。Able EQ は、フォーカスの角度を前方から360度まで場面に応じて複数段階切り替えることが可能です。Able Aid なんですが、Able EQ を利用しなくても使うことはできます。本体のみでも使えます。ただですね、Able EQ を併用することで、さらに個人の聴力に合わせて最適化することができます。ちなみに Able EQ、世界で画期的なスマホアプリとなっております。一般的にはですね、市販イヤホンと自社商品、どちらも使用できるスマホアプリは、今現在こちらしかございません。小さなベンチャー企業の思いと技術から生まれたアプリとなっております。ちなみになんですけども、 iPhone にも補聴機能がございまして、 iPhone の補聴機能にないものをですね、3つ紹介しますと、簡単な操作で聴力テストができ、聴力はいつでも確認することができる、聴力に合わせて音質音量を自動調整することができる、一部のハウリングを抑制することができるというのが Able EQ ではできてしまいます。続きまして、独自機能、独自テスト。アプリ内で簡単な聴力テストをするだけで、視聴者の聴力に合わせて自動調整されます。これがたった1分でできます。できることを簡単に紹介していきたいと思います。集音、聞こえ方のカスタマイズ。こちらですね、アプリ内の聴力テスト、その結果を機械に反映することで、自分に合わせた最適な聞き心地を作ることができます。例えばですね、レストラン専用の設定ですとか、映画館専用の設定も含まれております。聴力管理、聴力テストを実施した約3年分のデータをアプリに保存することができて、その聴力を目で見て確認することが可能となっております。続いて、フォーカス機能。フォーカス機能の強弱を調整することができます。マイク点検。そのままですね、Able Aid のマイク状態を点検することができます。修理や取り替えが必要な場合、お知らせする機能となっております。はい、というわけでですね、Able Aid おすすめの機能、ポイントなどをですね、語らせていただきました。必要な時だけに聞こえやすくしてほしい。それもね、手軽に、新型コミュニケーションデバイス、ワイヤレス使用機、Able Aid を紹介させていただきました。この商品はですね、難聴者多く存在しています。高齢者に向けた商品ではありますが、若者、爆音で音楽を聴いてしまい、耳の細胞をですね、傷つけてしまった、イヤホン難聴者という方もですね、中にはおられますので、そういった方にもおすすめな商品となっております。電源を入れればすぐ使えるところ、この商品、全国の家電量販店でも販売しておりまして、実際に視聴器も設置している店舗もございます。ちなみにですね、Able Aid、こちらを見ていただきたいのですが、こちらですね、ロゴが A ではなく α になっていることに気づきましたか？こちらはですね、フリークルのコーポレートビジョン、アウトオブフィクション、音声の領域で実現する意思を込めて、プラスアルファ、もっとこんな機能が欲しいという声が、明るい未来のプラスアルファに応え続けたいという思いが込められたアルファとなっております。ちなみにこの Able Aid、Ableシリーズというものがありまして、こういったものがございます。このオーディオグラスとかね、監督のこのガジェット精神がくすぐりました。というわけでですね、聞き取りたい相手の声に集中できる、独自開発した音声テクノロジーで耳のピントを合わせ、聞く力を向上させてくれるワイヤレス集音機、こちら Able Aid おすすめです。こちらの商品気になった方はですね、この動画の概要欄に専用サイトを貼っておりますので、ぜひご覧ください。このチャンネルではですね、気になるガジェットをですね、もう徹底的に調べまして、わかりやすく紹介しているチャンネルとなっております。もしですね、響いたなっていう方はですね、ぜひともチャンネル登録をしていただけますとありがたいと思います。では、また次の動画で会いましょう。独自開発した約13%、14%、この辺から周りとの会話のきっかけ、脳を使う独自聞き力を多数そのまま、個人の聴力に合わせて誰か人なんか喋って喋りませんでした。